はい、どうも皆さん、フレーズ。フレーズがビートプロジェクトの、アメキシレストを待ちまーす。今回はザ・クルーの続きをやっていこうと思いまーす。なんか遅いな。なんか遅いぞ。なんか遅くない？ナンバー2がエバーグレーズで運び屋をしてる。挨拶してきたら舐められないようにね。待たせろ。じゃあ壊してやるんで。見つけた。なあ、ついでに気づかれた。挨拶してくるよ。挨拶。あ、こぶつ。よっしゃー、日本式の挨拶を見回してる。ぶつけてやって。遅いよー。気をつけて、警察が接近中よ。マジか。そっか、ジャーモンとか。はい、こんにちは。こんにちは。どうもこんにちは。バーチャルユーチューバーのアメイキだよ。名前だけでも覚えてくれると嬉しいな。名前だけでも覚えてくれませんか。あまり長い時間は攻略できない。もう逃げましょう。早いな。了解したわ。へー、早く溜まれ。うわー、日本式の挨拶見せる。どうも、どういうのでしょうさ。バーチャルユーチューバーのアメイキ。全パトカーへ。管轄エリア内に指名手配犯が侵入した。ここが出たわ。敵の援護に回り、次の指示を待て。もうちょっとね、チューニングして足を速くしたいな。俺を誰だと思ってる。キャムにぶっ殺されるぞ。キャムはもう関係ない。お前は510の一員だ。本気か。俺を怒らせるなよ。俺を怒らせるんだよ。こういった感じ。と、次は、どこかなかな。ファーストラベル。こっち行きましょう。目の前だ。ハウスの一流ドライバーたちに認めてもらいたいなら、とっておきの方法があるわ。教えてくれ。じゃあ、GPS の場所に来て。気合い入れてね。なあなあなあ。A バッテンひっくり返ってる。ひっくり返っ
てんだけど、ちょ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 ちなんだったんだ今の。これずるいでしょ今のは。嬉しいよ。ちょっとこれはミスできないね。分かったまえ。ここをインド人を見に。ではないね。ねえ、ナイトライでー。甘いよー。オッケーオッケー、リカバリーよ。コンプリやったいいようです。まあ楽勝ですね。信じられない。楽勝だ。嘘つき。この噂が広まったらみんなあなたのことマークするわよ。次はどうかな。あ、この辺はですね、行きましょう。
指こういう形いいよね。このフロントバンパー、このサイドステップエアロ、そして GTV。 やっぱね、個人的にもね、ロードはね、こういう突っ張り出しのエアロとかつけてたら、やっぱそれに GT ウィングじゃないと、なんかね、どうも似合わないというか、雰囲気としてはね、わーってね、やっぱり、こういう形の方がね、合ってる気がするんだよね、私は。だから、張り出しをしないんだったら、普通にちっちゃいウィングとか、そういうのでもいいんじゃないかなーと私は思いますけど。私はそう思うけどね。みんなはどうかもしれない。はい、止まって。ミッションやらせてください。あ！あ！助けてください。助けてください。大ハマりだ。大ハマり。オッケー、よかったー。もう二度と出られなかった。キャム、どこで番号調べた？お前の気にすることじゃない。今送った場所にいる。早く来ないと後悔するぞ。やっ。おっとっと、ポルシェ。シブがよこした連中と同じく、お前にも選ばせてやろう。俺の前から消えるか、この世から消えるか。どちらでもないな。そうか、ならじっくり始末させてもらおう。言えるのはお前の方だ。殺してやるぞ。お家に帰りな、ここじゃお前は勝てない。サウスは怖いところだ。あ、その無駄口もここまでだ。へぃー、あー、あー、こっちくらダイレクトアタック。あ、避けんな、避けないでください。もうわー、お前やりやがったな。絶対やってるって。これはじゃあな。やるな、ファイブテン。あー、フロントバンパー凹んでます。どこに行くか。でも、なんだろう、原子炉とか発電所なのかな。火力発電所のあれとか。えいえい、見せてやん、もう。このセットのカラーもちょっと変えようかなーっと。あとで変えようね。うわー、前方注意、よそ見運転をしました。居眠り運転って言ってありません。鹿だー。おー、ちょちょちょ待って、鹿に気を取られた。おら、よし、危な、鹿に気を取られた。鹿出てくるんだ、この辺全然わからなかった。いいんじゃない、お前そこにいると邪魔です。いやばーん。もうこれは、歯茎ですね。ほいーん。ちょっと待ってよー。姿勢が乱れてると怒った。あおー、危ないねー。デジャブー、アイダープキルズバーズ。早く終わって、腹パンチェンゲ、お犬。
私からし、あ、逃げてる。よいしょー。わわ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 。大きいも飛んでるね。あとフラグ2つ。最終ストレートだ。このまま私のおかず、バンパー当てかけてない。やろう、ドアでやるじゃないか。ということで私の勝ち。ヒーローか。待って、なんか負けない？だが一度勝った程度ではボスにはなれない。じゃあまたな。燃えてるな。え？絶対今の関係あるでしょ。ご活躍のようだ。ああ、久しぶりだな。ジムの天下もいずれは終わる。キャムを後釜に押すつもりでいたのだが、気が変わった。どうやらお前の方が勢いがある。それはそれは。では、また連絡する。やった。なんか、偉い人に見られましたけど。ちょっとそろそろ車の方なんとかしたい。ショップがモンスターアリーナトレーニング。何何何。ちょっと気になるな。あ、そういうことか。そういうことか。レイジとかじゃなくてあれなのか。ありましたね、こんなの。いやー、えぐいってこれは。でんぐり返し、うぃー。飲まれる。
パに飲まれる。あと30秒。30秒どうすればいいんだ。これかな。飛んでくださーい。よし。よし。あー。来ないね。おー。落ちる。ちょっと待って、起きれない。雨になっちゃった。雨になっちゃったよー。いやね、私がやりたかったのはヒーラーの方行きたかった。ヒーラーの、ヒーラー、ヒーラーニューヨーク、これだ。なんかいいのあるかな。そろそろね、FD とかね、出てきてもいいはずなんだよ。さてと、ダッチ、DTR。いやー、お金が。ロータスエボルバー。ないね。ないないね。ニューアル。さすがになんか新しいの出てたりとか、ないか。このね、バイクもね、買いたいんだよね。川崎のバイク。特にそんな、新しく入荷したやつとかは、ないですね。今はこれでしょ。レッドもいいんだよな。あー、キリーお金足んないのか。そうか。なるほど。バイクとかちょっと買いたいんだよね、これは。ダートチューナー。チューナーショップ。あった。パートでちょっと性能とかなんか言ってるかな。マシンを準備。プロはちょっとなぁ。いや、でも黒だ。黒にしま。インテリア。
入るんや。乗り便かなあ、あれ。これになっちまうのかい。オニーかなのもない。なぜ。2戻しました。戻したというか。まあ、これぐらいでいいかな。よ、次。次を。どっかあるかな。どうかな。あ、そこですか。これこの辺飛べなかったか。ドベドベル。これかな。よし。初ドラベ。行きましょう。これでラストかな。あ、ロッキーだな。長いぞー。やっぱね、Z はね、パーペンで広げて、低くしてっていうスタイルが一番好きかな、この Z は。まあね、個人的にね、この Z よりか、最近というかもう出てるんですけど、新型の Z の方がね、私は、いいかなーって思いますね。あの角張った感じ、やっぱ 240Z とかね、そこら辺の、初代っていうか、本当に、昔の方の Z のね、箱っていう感じ、ああいうのがやっぱ、私は好きなんで、この丸い Z もまあ、いっちゃいいんだけど、私としては、やっぱり、最近出たね、新型の Z もしくは 240Z かなーっていうところ。あれもこれで悪くないんだけどね。あ、悪いことできない。先生、私は何も悪いことしてませんよ。かな。あ、しまった。大変だった。ああ、もう何よこれ。おいでででででで。進んでましたか？エンジンかかっちゃってるよこんなの。間違えてミッションやってた。パパーン。着いたけど。変化にとこう。よし。行きましょう。おめかしして、パーティーの時間よ。何の話だ。あなたの活躍で、バイブ10が勢いを取り戻したから、レースを開催するの。あ？誰が？あなたが。え？バイブ10は復活した。仲間に戻りたければ、腕を証明しろ。始めるぞ。最高の走りを見せて、絶対勝つのよ。おお、トラックの中から R34 が燃え出した。おら、時計邪魔。あー、すいません、私が邪魔でした。やばい、やらかした。
多いのは白から刺すんです。あ、お前も沈め。さあ次はお前が私の前に出た後悔すればいい。やるな。1位を守って。テキテキテキ。ちょっと行くぞ。よし。これを次はそこか。間違えたぞ。あー、ついに間違えた。てかバンパー取れるんだ。初めて知った。でこいつをこうしてやる。いやだから楽勝だな。やっぱ難易度イージーだからね。そりゃそうか。うわー、オーバースピード。まあ、あれ、こっちだなー。ねえ、くねくねしてんなー。ひょっとして、これは。ああ、そういうことです。カートだったかもしれない。行くぞー、勝利に見た。よし。まあ楽勝でしたね。よし。姿だ。キャムも俺も関係ない。ファイブテンの復活だ。みんなに伝えろ。ファイブテン、ファイブテン、ファイブ。五番をうまく手玉に取ってるわね。あと一押しよ。任せとけ。キャムの方は聞いて。 FBI の報告書によるとキャムと妻は支部に撃たれてる。原因は縄張り争い。妻は死亡。ひどい。ええ、それ以来キャムは支部とファイブテンへの復讐に執着してる。結果酸素を奪ったけど満足したとは思えないわ。なるほど。というわけで今回のザックブーはここまで。じゃあ皆、また次回の動画でお会いしましょう。またね。